ね、チューリップフェアが4月の8日から16日まで、土曜から日曜までね。もう今日は5日やか、今日は6日かな。6日やけど、チューリップ咲いてるらしいですわ。見れますよ、いうことでね。ちょっと見てみましょうか。これがね、チューリップ。はい。ね、チューリップや。名前わからんからね。チューリップや、チューリップや。チューリップしかわからんからね。これはすごいね、これ。この花びら。どうなってんの？バラみたいになってるわね。わしらの当時のね、若い時はね、これがチューリップやったん、これが。これね、赤白黄色やったんや。これもほら。だから昔のチューリップはね、これはまあ、あの、外国のチューリップやったんや。まあ、この辺は全部ね、これも。まあ、全く興味なかったしね、花には。花が分かるのはチューリップか桜が分からないんだからね。これ。これまた茎が短いね。今からか。今からじゃないですか。もともと外国さんやろうけど。ありがとう。こんな色もあんだ。これなんて色だ。これ紫か。こっちも紫か。やっぱり赤白黄色が一番綺麗に見えるね、この紫よりもね。はい。それは喜びやけどな。うん、あの向こうにも。これ何ちゅう種類か知らんけど、すごいね、花びら。これチューリップやね、やっぱチューリップやわ。これがチューリップや。はい、チューリップ、チューリップ。赤白黄色、ピンク、それから紫、バイオレット、夏何があるかね。そんなもんか。大きく分けたらね、赤系、黄色系、白系、それから紫系。よいしょ、やろうか。今年はピンクがいっぱい目立つね。ピンク、ピンク、ピンクがものすごく目立ちますけど。白がないよね、白が。あの上にあるか、白。赤も見当たらんの。花びらがね、ねえ、チューリップじゃないね。バラみたいな花びらになってるからね。5回目か6回目ぐらいが初めて来たかな。それ最初見た時は非常にね、感動したけど。もうね、もうごろっと見るとね、感動もね、あんまりないか。綺麗やけどね、全体的にチューリップザーッと植えてあるからね。ガーッと植えてあるから。もうちょっと早かったらね、桜とのコラボもね、見えたんやけど。優しくして、いいや。おお、ここいいやん、チューリップさん。
この花びらをね、今ね、撮ってたんで、お母さん大手は撮っちゃダメ言うてね。私がね、田舎のね、小学校の名前がね、乙女小学校でございました。もともとね、村の名前が乙女村やて。ね、それで、そんな名前があるかなと思ったらね、ここにありました、乙女山古墳地とかね。去年よりもちょっとね、チューリップの数がスカスカで、去年いっぱいあったけどね。こちらね、これ枯れてるのかね、わかんな、こういう感じかね。はい、カリオンの丘です。はい、チューリップ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 、すごいですよ、チューリップ。チューリップ満開でございます。ほら、すごい。これがね、ずーっと両脇に、両脇ずーっとチューリップだらけでございます。今から咲きますよ、ここね。チューリップフェアは、8日から16日まで、1週間。1個だけ違うのがあるね。いやー、すごいすごい。これだけやったらすごいね、やっぱり。もうこの花なんかね、花びらだらけやからね、すごいことになってる。ほら、ここから見てみましょう、これ。これ、フラワーロードでございます。チューリップロード。すごいことになってます。こんなんやん。これ見てごらん、これ。これチューリップですか、これ、ほんまに。花びらだらけだよ。いやー、まいたまいた。参りました。でしょうかね。これ一本まず古墳やけど、このマウンドからすると古墳です。古墳、これね、間違いない。何古墳でしょうかね。ああ、きれいやね。古墳見とる場合じゃないやね。チューリップも見なきゃ。これはどれぐらいあるの。300-400m あるんじゃないかな、このチューリップロード。すごいぞ、これ。すごいんですよ。
ああ、すごいですよ。チューリップだらけで。ほら、チューリップだらけ、チューリップだらけ。はい。はい、ありがとうございました。チューリップフェアは4月の8日から16日でございます。はい、来てくださいね。お待ちしております。はい、ありがとうございました。うまみ丘陵公園でございました。ありがとうございました。